皆さん、こんにちは。リピートコンサルタント、横田修林です。今日お伝えする話はこちら。リピーター作りの仕組み100事例の本に入りきらなかった事例を一つ紹介したいと思います。この本の中では、リピートする仕組みについて10のパターンを通して解説していますが、今日はその中の循環型というものについて考えてみたいと思います。循環型っていうのは、サイクルっていうふうに言いますように、同じ感覚で定期的にぐる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 回る仕組みを作るにはどうしたらいいかというふうに考えましょう。では事例を見ていきたいと思います。こちらになります。はい、高齢者向け配食サービスと安否確認の組み合わせというふうに書きましたが、あるね、お弁当屋さんが老人ホームへの宅配ビジネスっていうのをやってるわけですね。で、定期的にお弁当を届ける仕組みがあるんだれば、次に考えたのが、そこにですね、今度は安否確認というサービスを始めました。安否確認のサービスは、1回ですね、250円プラス税ということでやってるわけですけど、逆に考えていただきたいのは、じゃあ安否確認をするっていうサービスは実際にですね、それだけのサービスっていうのが存在してるんですけど、このサービスをしようと思った方が、例えば世の中で、弁当の宅配をしている会社があったんだとしたら、その会社と、提携すればいいじゃないっていうことなんですよね。つまり定期的に、お弁当を届けているサービスがあるんだれば、そことコラボするっていうことを考えたらどうですかみたいな風に考えるわけですね。つまり定期的に、同じ感覚でサイクルしているものがこの世の中にはたくさんあります。そのお客様と自分たちのビジネスっていうのをどうやって組み合わせたらいいかって考えると、定期的に循環するモデルっていうのが作れるわけですね。でもこれをいきなり自分がゼロからこの仕組みを作ろうと思うと大変なので、この循環型っていう仕組み、考え方を知るっていうことが非常に大切じゃないかなと思います。はい、今日はですね、リピートする仕組みとして循環型っていうものについて考えてみました。皆さんの会社がリピートしないって嘆くんではなくて、リピートしてる会社とコラボすればいいんじゃないかと。それは同じ業界じゃなくてもいいわけですね。同じ業界じゃなかったとしても、同じようなお客様を相手にしている商売があるんだれば、そこにヒントはないかというふうに考えましょうということですね。リピートコンサルタント、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。